Why won't my cursor go away? Why is it muted? No way. No way. They didn't. No way. No way. No way. They did not. Oh my gosh. I didn't think they'd actually do it. What? What? Dude. I didn't actually think this would happen. Dude. They're gonna have a new what? Is this like a reskin of frickin' Steve? Dude, these animations look just like Minecraft. Yep, they're a bunch of skins. Wow. Enderman? What? The Enderman broke the stream. Hello? Ah. Oh, it's different, like, biomes. I did not think that would actually happen. This is great. I just got a Snapchat. I'm guessing my friend just figured out what was happening. はい、いかがだったでしょうか。我々が今見たものが一体何だったのか。That was awesome. というわけで、世界で最も売れたゲーム、マインクラフトスマブラに参戦です。Mm-hmm. 私としてもこんな日が来るとは思いませんでした。Neither did I. スマブラの新ファイターは、私が好みやくじ引きで決めてるわけではありません。任天堂から最初に相談を受けて、持ちかけられることが多いのですよね。もちろん実現が難しければ断ることもできるわけですけれども、任天堂の担当者が来て言うわけですよ。桜井さん、マインクラフトってスマブラに入れられないですかね。 That's awesome. メガネ、 Sorry, I'm just really happy. 簡単に言ってくれますよね。まあ、Oh my gosh, what, ugh. Dude, this is crazy. Come on, load. Load, please. Smile. Luke, how would they add a cow? 私が好みやくじ引きで決めてるわけではありません。Please elaborate.任天堂から最初に相談を受けて、持ちかけられることが多いのですよね。もちろん実現が難しければ断ることもできるわけですけれども、任天堂の担当者が来て言うわけですよ。桜井さん、マインクラフトってスマブラに入れられないですかね。 I just wanted to buffer. メガネをクイックイッと入れながら、I wish you didn't say that. まあ、魔法的な何かと勘違いしてるんじゃないですかね。マインクラフトってどういうゲームだか知ってます？もう駆け引きとかを成立させながら、
あのゲームをスマブラに落とし込む。The game being announced. そりゃ無理でしょ。だから、like, so over, like, ビシッと言ってやりましたよ。Not the game, the character. はい、できます。まあ、企画するだけならパパッと考えられます。グラフィックは簡単に済むでしょう。モーションもまあ簡単な部類だと思います。Very? サウンドは他のファイター並みかなと。要素は多いけれども声がないですからね。だけれども、True? とにかくプログラマーが大変です。死にます。そして、ステージ、全部のステージに対して、Minecraft style is very different from the fluid. 手を加えなければいけないとか、Smash Bros. style, so. バイオームはどうするんだとか、そういうような要素もあります。あと、なんといっても企画なり、ゲームバランスの調整なりについては、もうすでに未知の領域と言ってもいいぐらいですね。What is going on here? その、体重とかリーチの短さみたいなものも含めてうまくまとめるのはとっても難しいです。戦法もすごく変わったものになるでしょうね。だけれどもなんとか発売にこぎつけられそうになってきたので、今日お知らせと、参戦ムービーの、ご報告をした次第です。参戦ムービーである程度分かったこともあるとは思うんですけれども、それ以上のいろいろなプレゼンというのはやっぱりこの後行いたいと思っています。今までのファイターとは全く異なる要素が多数あると思いますので、よく見て、使い方を知っていただければ幸いです。その放送はこちらです。マインクラフトライブの直前に機会を持ち改めて説明することが決まりました。私ももちろんマインクラフトはプレイしてますよ。クラフトモードで、ビレー建築などはしないですけれども、サバイバルモードで生き残りや街の繁栄などを楽しんでいたりします。とりあえず今日はここまで。後日放送のスティーブ・アレックスの使い方放送をお楽しみにしてください。それでは。